ミスター、ミスター、ラインはい、というわけで、今日は満月のもとにですね、ジョニエン TV お届けしております。満月が映ってるんですね。中秋のなんとかね、綺麗な月が映っております。今日はですね、ジョニーエンジェルがある、小岩の駅前、ですね、ここはですね、何ビルだっけ、ペガサスステーションプラザのですね、7階のオフィスからお届けしておりますが、まあ満月見ながらですね、すごく満月ですよ、まん丸お月様。はい、でこの事務所はですね、こういう風に、夜景が美しいというわけで、小岩の街をね、一望できるわけですね。小岩の駅の南口のロータリー、駅がこうね、パーッともう見えるわけですね。駅のホームがバーッとこうすぐ出てくるわけです。で、南口のロータリーがこうパーッと見えてですね、奥にはですね、東京スカイツリーが見えるんですけど、まあここじゃ見にくいかな、光ってるのかなっていう感じはしますけど、光ってるのは肉眼では見えるんですけど、こういう画像では、そういうのは両稼働があってビルがあってその先にあるんですけど、あ、今光ってますね、その先に、あれ東京スカイツリー、点滅してるのは東京スカイツリーですね。でそのさらに奥にはですね、東京タワー見えるんですけども、もう画像では見えないかな。はい、こんなところで、そうですね、オフィス、最近名付けましたネオアーティストスタイル、イマジンというね、名前のオフィスのですね、名前を付けまして、これから音楽配信なり、音楽活動というか、いろいろねやっていきたいなと思っておりますが、そうですね、今日は小岩ジョニーエンジェルにね僕いたんですけども、グレーハウンズの演奏ですごく楽しくお届けしまして、そうですね、神戸の方からもお客様が来ていただきまして、なんか、ぜひね、京都ジョニーエンジェルにも呼んでくださいということだったので、今年内の目処に目標にして、年内ぜひね、グレーハウンズの、京都ツアーっていうのをちょっと、京都祇園観光大使がね、企画してですね、やっていきたいなと思っております。年内を目標にしております。はい、というわけで、この満月見てください。もう素晴らしい満月出ております。そうですね、というわけで、今日は京都ジョニーエンジェルはお休みでしたけども、明日はハックユウさんはね、いろいろ不思議なつながりがありまして、レイズインというね事務所でアニメソング出されたユウさんですけども、まあ、先日のビッキーズでもね出演していただいて、盛り上げていただいたんですけども、明日ハックユウさん、ベースのハックさんのね、ユニットですね、これはデュオのユニット、ベースとボーカルってなかなか珍しいんですけども、まあこっちでもねいろいろそういうユニットもありますが、
なかなか珍しくて、まあ、ゆうさんはね、すごく人気者なので、明日も、まあ結構盛り上がるんじゃないかなと思っておりますが、小岩の方は、明日はですね、ダイヤモンドドックスさんの方ですね、出ていただいております。ダイヤモンドドックスは、それこそですね、ベースのジャッキーが、若い頃、祇園にバイトに来てたっていうぐらい、山科のね、多分聞いたところに山科の住人ということですね。自転車でなんか祇園の方にバイトしに来てたっていう情報も入っておりまして、まあもちろんダイヤモンドドックスでも京都の方のツアーもね組めたらいいかなって思っておりますので、まあそんなことはまあ置いといて、まあ明日はですね、東京小岩ジョニーエンジェルの方はそんなダイヤモンドドックスが盛り上げてくれております。はい、満月をバックにお届けしました。ジョニーエン TV 生放送、今日はちょっとね僕とジョニー君で頑張ったので、バタバタしてちょっと遅れましたけども、またまあこれアーカイブでね、ぜひ皆さんぜひというかまあ見ていただくわけなんですけども、また明日お会いしたいと思います。お相手は、あっちゃんぱときちゃうし。提供はライブーン。ミュージックポータルサイトライブーン。小岩ジョニーエンジェルじゃなくて、その上にあります事務所ですね。ネオアーティストスタイル。イマジンからお届けしました。Thank you! Good night! おやすみなさい。素敵な本当ね、満月も見れて、小岩駅も見れて、見れ、小岩駅見てもしょうがないですけど、こういうね、ロータリーが一望できます。そんなところからお届けしました。夜景が綺麗ですからね。本当はね、画像というか映像じゃなくてね、肉眼で見たらもっと、本当東京タワーまで見れるんですね、スカイツリーの点滅してるでしょ。今この辺点滅してますよね。この辺でね。あれ？出てない。この辺点滅してますよね。この辺で、ね。あれ？ああ点滅したしだった。これこれ東京スカイツリーです。この辺に東京タワーあるんだけど。東京タワーは赤く点滅してますけどね。まあこの映像じゃ多分全く。暗闇だと思います。はい、というわけでまた明日、明日も小岩からお届けしたいと思います。ではおやすみなさい。おやすみなさいというかもしかしたらおはようございますかもわかんないけども、また明日お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。